はい、ヌビルブログです。このチャンネルでは Android アプリを作成される方に役立つ情報をお伝えしています。今回はアプリを作成する際必ず使うであろう Android デベロッパーズを上から順番に読んでいます。この動画を軽く聞き流すだけで自分で読むときの負担が減り、理解度がアップします。そのメリットについては概要欄にヌビルブログの URL が貼っているので、そちらから確認してください。読み間違いや単語の読み方がわからなくて止まるところがありますが、その部分は編集せずそのまま流しています。そこは集中力が低下しないようにさらっと聞き流してください。それでは早速 Android Developers の続きから読んでいきたいと思います。はい、では前回からの続きはアプリのアクセス許可のベストプラクティスになっています。この場所なんですけれども、これは Android Developers のドキュメントと、そしてガイドで、アプリの基本で、アプリの許可というところにありますので、そちらから開いてください。それでは読んでいきます。アプリのアクセス許可のベストプラクティス。内容、Android アクセス許可を使用する際の原則、Android 6.0 以降の権限、デフォルトのハンドラーになる必要がある権限、不要の許可を要求しない、代わりにインテントを使用してください。ユーザーを圧倒しないでください。オーディオフォーカスを失った後にメディアを一時停止する。インスタンスが実行されているデバイスを特定する。広告またはユーザーの分析用の1位の識別子を作成する。使用しているライブラリーを知る。許可が必要な理由を説明する。両方の許可モデルをテストする。追加のリソース。参照資料。許可リクエストはデバイスから入手可能な機密情報を保護します。アプリの機能に情報へのアクセスが必要な場合のみ使用してください。このドキュメントではこのような情報へのアクセスを必要とせずに同じ機能を実現できる方法に関するヒントを提供しています。 Android オペレーティングシステムで権限がどのように機能するかについて包括的な説明ではありません。Android の権限の一般的な概要については、権限の概要をご覧ください。コード内で権限を操作する方法の詳細については、アプリの権限をリクエストするをご覧ください。Android アクセス許可を使用する際の原則。Android の権限を使用する場合は、次の原則に従うことをお勧めします。#1、アプリが機能するために必要な権限のみを使用します。アクセス許可の使用方法によっては、機密情報へのアクセスに依存せずに必要なことを行う別の方法があります。#2、ライブラリに必要な権限に注意してください。ライブラリを含めるとその許可要件も検証します。何を含めているのか、それが必要とする許可、およびそれらの許可が何のために使用されているのかを認識する必要があります。#3、透明になります。アクセス許可のリクエストを行うときは、ユーザーが情報に基づいた決定を行えるようにアクセスしているものとその理由を明確にしてください。 インストール、ランタイムまたは許可の更新の許可ダイアグラムを含む許可要求とともにこの情報を利用可能にします。#4、システムアクセスを明示的にします。機密性の高い機能、カメラやマイクなどにアクセスするときに継続的な指示を提供することでデータを収集しているときにユーザーに明確になり、データを密かに収集しているという認識を回避できます。このガイドの残りのセクションは Android アプリケーションの開発のコンテキストでこれらのルールについて詳しく説明しています。はい、Android 6.0 以降の権限、 Android 6.0 メアーズモーラーはインストール前ではなく実行時にアプリがユーザーに許可を要求できる新しい許可モデルを導入しました。新しいモデルをサポートするアプリは、アプリが実際にサービスまたはサービスによって保護されているデータを必要とする場合に許可を要求します。これによりアプリ全体の動作が必ずしも変更されることはありませんが、重要なユーザーデータの処理方法に関連するいくつかの変更が作成されます。状況コンテキストの増加。ユーザーは実行時にアプリのコンテキストでこれらの権限グループがカバーする機能へのアクセス許可を求められます。ユーザーはアクセス許可が要求されるコンテキストに敏感であり、要求する内容とアプリの目的が一致しない場合は、ユーザーに要求する理由に関する詳細な説明を提供することがさらに重要です。可能な場合は、リクエストの時点とユーザーがリクエストを拒否した場合のフォローアップ、ダイアログの両方でリクエストの説明を提供する必要があります。権限を付与する際の柔軟性の向上。
ユーザーは要求時及び設定時に個々の権限へのアクセスを拒否できますが、その結果、機能が破損した場合でも驚く可能性があります。許可を拒否しているユーザーの数を監視して、その許可に依存しないようにアプリをリファクタリングするか、アプリが適切に機能するために許可が必要な理由を詳しく説明することをお勧めします。また、ユーザーが許可リクエストを拒否したり、設定で許可をオフにしたときに、作成された例外をアプリが処理することを確認する必要があります。トランザクションの負荷の増加、ユーザーはセットとしてではなく、許可グループに個別にアクセス権を付与するよう求められます。これにより、許可するユーザーの負担が増え、少なくとも一つの要求が拒否される可能性が高くなるため、要求する許可の数を最小限に抑えることが非常に重要になります。デフォルトのハンドラーになる必要がある権限。一部のアプリは通話ログと SNS メッセージに関連する重要なユーザー情報へのアクセスに依存しています。呼び出しログと SNS メッセージに固有のアクセス許可を要求し、アプリをプレイストアに公開する場合、これらのランタイムアクセス許可を要求する前に、ユーザーにアプリをコアシステム機能の規定のハンドラーとして設定するように求める必要があります。ユーザーへのデフォルトハンドラープロンプトの表示に関するガイドラインなど、デフォルトハンドラーの詳細については、デフォルトハンドラーでのみ使用される権限に関するガイドラインを参照してください。不要な許可を要求しない。許可を求めるたびにユーザーに決定を強制します。これらのリクエストを行う回数を最小限に抑える必要があります。ユーザーが Android 6.0 以降を実行している場合、ユーザーが許可を必要とする新しいアプリ機能を施行するたびに、アプリは許可リクエストでユーザーの作業を中断する必要があります。ユーザーが以前のバージョンの Android を実行している場合、ユーザーはアプリのインストール時にアプリのすべてのアクション許可を付与する必要があります。リストが長すぎる、または不適切と思われる場合、ユーザーはアプリを全くインストールしないことを決定する場合があります。これらの理由からアプリに必要な権限の数を最小限に抑える必要があります。このセクションでは許可リクエストの数を制限するのに役立つ一般的なユースケースの代替手段を提供します。要求されたユーザー表示のアクセス許可の数と種類は、より少ないアクセス許可を要求する他の同様のアプリと比較してダウンロードに影響するため、不要な機能のアクセス許可を要求しないことようにすることをお勧めします。代わりにインテントを使用してください。多くの場合、アプリがタスクを実行するための2つの方法から選択できます。アプリはタスク自体を実行する許可を求めます。またインテントを使用して別のアプリにタスクを実行させることができます。例えばアプリがデバイスのカメラで写真を撮る必要があるとします。アプリはカメラ許可をリクエストします。これによりアプリはカメラに直接アクセスできます。この後、アプリはカメラ API を使用してカメラを制御し、写真を撮影します。このアプローチによりアプリは写真処理を完全に制御でき、カメラ UI をアプリに組み込むことができます。ただし、ユーザーデータにアクセスするための条件が稀である場合、言い換えるとデータにアクセスする必要があるたびにユーザーにランタイムダイアログが表示されることは容認できないほど混乱しない。インテントベースのリクエストを使用できます。Android はインテントベースのリクエストが発行されたときにユーザーがアプリと共有するものを選択するため、権限を必要とせずにアプリケーションが使用できるシステムインテントを提供します。例えばカメラオブジェクトを直接使用せずに、メディアストアはアクションイメージキャプチャー、またはインテントアクションタイプをメディアストアアクションビデオキャプチャーを使用して、画像またはビデオキャプチャーできます。この場合、システムインテントは画像がキャプチャーされるたびにユーザーに代わってユーザーの許可を求めます。同様に電話をかけたりユーザーの連絡先にアクセスしたりする必要がある場合、適切なインテントを作成するか許可を要求して適切なオブジェクトに直接アクセスすることでそれを行うことができます。それぞれのアプローチには長所短所があります。許可を使用する場合、アプリは許可を実行するときのユーザーエクスペリエンスを完全に制御できます。ただし、適切な UI を設計する必要があるため、このような広範な制御はコードの複雑さを増します。ユーザーは実行時、またはインストール時に許可を1回与えるように求められます。この後、アプリはユーザーからの追加の操作を必要とせずに操作を実行できます。ただし、ユーザーがアクセス許可を付与しない場合、アプリは操作を実行する機能を全く失います。インテントを使用する場合、
操作の UI を設計する必要はありません。インテントを処理するアプリが UI を提供します。ユーザーはタスクに好みのアプリを使用できます。例えばユーザーはお気に入りの写真アプリを選択して写真を撮ることができます。ユーザーが操作用のデフォルトアプリを持っていない場合、システムはユーザーにアプリを選択するよう求めます。ユーザーがデフォルトのハンドラーを指定しない場合、操作を実行するために追加のダイアログを表示する必要があります。ユーザーを圧倒しないでください。となっていますけれども、少し時間が経ちますので、一旦ここで、切り上げて、次の動画でこれ以降を撮っていきたいと思います。はい。このような形で、ノビルブログでは、Android アプリを作成される方に役に立つ情報をお伝えしています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。